します。やばい、結構ヘトヘトにゃん、充電切れそう。ぜひ仲間、あのリハーサルしてたんです。青がのそうそう、21時から歌唱力ナンバー決定戦の放送が TBS チャンネル1さんであるんですよ、今夜の21時から。いや割と長いあれですよね、結構長いこと配信あると思う、あ放送か、だから先に配信しないとあれかなと思って、そうだから21時には終わらせていただきますね。明日から連続公演、そうでございます。明日はまず S 公演で、31青春ガールズ、1日は S 公演、よろしくお願いします。体力持つかな。お疲れちゃん、皆さんもお疲れ様です。髪の毛くくってます、本日もですか。あ、明日会いに来てくれるんですね、嬉しい。レッスンクリーンに頑張るにゃん、こんばんは。ワン、そうです、そうなんです、スキル48最初で時間出てましたね、9時7分から SKE の放送がスタートみたいですね。それ生放送にすごいですよね、そのくっきりなんて言うんですか、そっか、あでも決まってるもんか。自分の結果出るの深夜1時20分くらい。え、そんなに、そうか、そん日またあげますっけ、あそうか、よかった最初にしてて。きなぶり、あありがとうにゃー、嬉しいです。よかったです、じゃあ最初にやっててよかったです、危ない。明日30日も同じ21時から放送があって、まあ今日の結果次第ではありますが、あのね、あの30日にあの本戦に来るメンバーが決まりますので、わかりませんがね、どうだろう、生きてたらいいけどな。そうですね、いつかはルカさんがエスコに出てくれくださいます、初めてね出ていただけますね、すごいですよね、制覇しですもんね。そうですね、今日はあの6月担当させていただく SK48 ドリームクルーズの収録、ラジオ収録してからあの青ガのリハしてたんですけど、あその前レコーディングとかもあったんですけど、そう意外とそうリハがね予定よりも 長引いたので、本当はお風呂入ってから配信できるかなと思ったんですけど、そうなんです、でもみっちりみんなで練習して、もうでも本番あさってですので、だからチキン大丈夫かなって、お、そうまだ不安もあるので、ちょっとまだ今日のリハビリ見てしっかり復習をねしないとなんですが、あの S 公演、この前 S 公演の合わせした時のそうリハビリもねちょっとまだ見れてないので、見てね今夜は反省会したいんですけど、そう昨日はあんま寝れなかったからちょっとくたびれないかが心配ですね。キューピーさんが切れてきてちょっと充電切れかけだったので頑張ります。明日会えるのね嬉しい、よろしくお願いします。そう今日はあのそう歌唱力の放送が21時からなので、その前にさせていただいてます、時間かぶっちゃうからね、私としてはこう行くからね、楽しみだけど応援パワー送るからね、嬉しい、
私も後ろの皆さんに届くように頑張るにゃん。ふくらはぎ痛いです。パンパンですね、ふくらはぎ。そう、最近ふくらはぎの内側が特に痛くなっちゃうんですよね。もうなんかこり、なんかすごいなんかしこりみたいな中にあるんですよ。筋肉なんですけど、中になんか筋肉の中にさらにしこりみたいな、なんかコリってするのがあってそう、そうなんです。リベチャンネル最下に、本当ですか。あ、ゼロポイントさんね、ちょっと終了してしまいましたが、ありがとうございます。嬉しい。もうちょっとで始まっちゃいますね、放送が。ドキドキ。これ当たらなかったから、その分愛知のトーク回追加しました。うん、嬉しい、ありがとうございます。あとそうだ、6月の23日ですね、あの最終日、愛知スカイエキスポさんでの東海握手会最終日の日の8部のトークもね、完売してくださってありがとうございます。完売になっておりました。ありがとうございます。嬉しい、にゃんこ、嬉しいです。楽しみに待ってますね。ありがとう、にゃん。今から夜勤、あー今夜も夜勤ですね。応援してます。今日は天気はちょっとマシかな。お会いできるの楽しみに。私も頑張るにゃん。僕が東海追加した分が届いたよ。お、嬉しい、ありがとうございます。嬉しいやん、コロ。3日連続だと筋肉痛がやばいですよ。すでにもうふくらはぎパンパンですけどね、ふくらはぎがどうなっちゃうやら。いつもより目が眠たそうでない。メイクしてるからですかね。あ、でも昨日もしてたのか。メイクしてるからかな。でもちょっと眠たいんですけど、なんでだろう。チキホラもつけてくださるんですね。ありがとうにゃん、嬉しい。こんばんは。仕事がつけて忘れてたけど、もう明日でした。明日は G 列です。うん、嬉しい。東海ぶりにお会いできますかね。明日 G 列ですね。了解にゃん、了解にゃん。ストレッチねします。さっきもしてたんですけど、もうなんかあれなんですよ、あのマッサージ機のもうすごいとんがったあの筋膜ローラーっていうんですか、 なんだっけっていう、なんていうマッサージかちょっと分かんないけどそれでもうめっちゃゴリゴリに押し付けてマッサージしないとほぐれないんです。あー、仲間が休みと重ならなくて泣いてる。あー、土曜日休日が休みってわけじゃないんですかね。今度ね、1日は土曜日だけど、まあでも比較的平日が多いですもんね、スコエン。こんばんはに、パベたいすごい硬そうです、お肉がそうですね、そうなんです。来月6月からのドリームクルーズさんは私一人でお届けするということで、しかもあの6月は5週分あるんですよね。そうだから5週分撮らせていただいたんですけど、ちょっとね緊張して、最初らへん1週目2週目とか特にちょっと噛んでる回数多いかもしれないんですけど、だんだん慣れてきて3週目ぐらいですかねからは、なんかやっと
本調子で楽しくできて、まあ、最初楽しかったですけど、やっぱちょっと緊張が出てしまってるかなと思われますが、精一杯ね収録させていただいたので、ぜひ来月のドリームクルーズさんもよろしくお願いします。お便りもねありがとうございます。嬉しいです。嫉妬にゃんじゃないですか。嫉妬にゃん、嫉妬にゃん。ダイエットうまくいきますように私も頑張ります。あ、今日ですね、ちょっと配信もうちょっと早くから始めたかったんですけれども、ちょっと意外と時間がギリギリかなと思いまして、今日はオートタイム、アイタイムも、アイタイム、どうだろう、アイタイム今からやったらできるかな。何で終わってたっけな、符号だったかな。いや、それ楽しかったです。青がのりはもエモエモでした。でもちょっともうちょっと練習しないとヤバニャンなので頑張ります。6月23日のキューブも分かりますかだにゃん。うん、そうですね、キューブの方も最終日のキューブですね。トークももう少しということで、ありがとうございます。ぜひお待ちしてます。トーク会、あー待ってるにゃん、嬉しい。ユニットね、どうでしょうか、どうでしょうか。ラジオはそうですね、一番いつも最終、最終回なんていうんですか、月の一番最後の週は萌えゼリフの週なんですよ。頑張っていました。ケースデスク外れちゃいました。あー、6月もでもね公演書いてあるんじゃないかなと思われるので、ぜひぜひお待ちしてます。質問、ぜひラジオの方もお待ちしてますよ。毎週来てゆくやの成長を見れる、確かにはい、かわいい、ありがとうにゃん。ちょっと外れちゃった、よかったら配信で見てにゃん。鼻声かも。1745日連続、ありがとうございます。今日ランチは、あ、おにぎり食べました。鮭おにぎり、時がむねむね。あ、歌唱力かなね、21時から始まりますので、ホスの表情が最高にかわいい。あれですか、気合入ってない、気合が入ってないってあれですけども、なんかちょっとリラックスした感じのショールーム配信ならではの表情ですかね。こんばんは、楽しみ、ありがとうございます。動物園ね、どうですか、まずユニットが私がどれかっていうところですけれども、そう、まとめ撮りです。そう、だから5週分撮らせていただきました。そう一気にね読むので、そう、でも途中もね、集中力を切らさないようにするのもちょっとあれでしたね。歌唱力ナンバーワン、スカパーで応援、あー、嬉しい。私もちょっとどんな感じでね映ってるかしらわからないので、聞いたら、いつもね聞いたら下手だなと思って、まだまだだなと思うんですけど、まだも皆さんにね楽しんでもらえたらいいですね。今日の発音は萌えゼリフ？じゃあ、トレードが足りました。本当ですか？最初に再考慮したけど、中国に考慮するので。わかったにゃん、ありがとにゃん。
頑張ります。青がも1715日ありがとうにゃん。じゃあごめんなさい、今日はでもやっぱ9時からね放送があるので、収録生決定戦の、じゃあ発動で今日はボイズリフチャレンジして、いやーでもまだまだですよね。うん、にさせていただこうかな。アイタイムとツタイムまたやらせてください。しみましん。あ、その前にちょっと宣伝はさせていただこうかな。近いところは、はい、まあ、ぜひ一緒に写真にもトークも撮らせていただき、やる、そうお会いしたいのでね。確かに声がね、発声がまずね大事ですもんね。じゃあちょっとお伝えします。じゃん、 SK48 32枚目シングル愛のホログラム劇場版特典会のお知らせさせてください。お願いします。こちら6月15日土曜日に幕張メッセさんで自動ショット撮影会のスタンディングバージョン 1,2,4,5,6 部させていただきます。まず1人はクロちゃんにゃんにゃんです。大人っぽいかな、ちゃんにゃんにゃん。4,5,6 部が愛のホログラムの衣装なんですけれども、あのよくリリーイベントとかいろんなイベントで着させていただいているあのピンク水色の衣装になります。今回衣装着させていただくのはここが初めてですかね。このコンシングルの貴重でございます。ここにゃんからです。で、6月16日日曜日の幕張メッセさんの通称撮影会 1,2,4,5,6 部なんですけれども、2日目は着席バージョンになるのでお気をつけください。1,2部が夏バージョン、よしぽよの夏バージョンで、4,5,6 部がピンクドレスです。よしぽよに、よしぽよになっちゃいます。衣装ちょっとお借りできなかったので自分で用意したギャルの制服なんですけど、そうだからあのままじゃないんですけど、でも結構ギャルミ感、ギャルミ出してちゃんとルーズソックとかも買ってギャルミを出すので、ポーズもねギャルピしたり、はい、一緒にぜひ楽しんでください。チャイナ服は黒ベースですかね、黒、うん。で、4,5,6部のピンクドレスは、あ、メイクもね、メイクもそうですね、ギャル感ちょっと出していこうかな。ピンクドレスはドレスなんですけどのタイト系のドレスで、エレガントなちょっと大人っぽい感じのドレスなんですけれども、そう、あの傘もねちゃんと変えたので、なんかね分によってまた小道具も使いながら皆さんと写真撮れたらいいなと思ってます。はい、よしぽよに会えますか、会えないかな、会えないにゃん。次5時中、今5時先着販売期間中なんですけれども、そう、先ほどお伝えした6月15、16の幕張メッセ3分の劇場近日中止の撮影会が6月7日金曜日12時正午までとなっておりますので、皆さんお忘れなく、はい、ぜひ一緒に写真撮らせてください。席バージョンもすごい机がちっちゃくなった分、全身座った状態で服も見れますし、距離も近くなったのですごくねいいと思います。ネイルとね、どうしようかね、付け爪するしかって感じですかね、最近できてないからね。メイクね、ちょっとメイクも工夫できるように考えます。ギャルオールックで楽しみにしてます。そうですね、まだ購入できるので追加できるチャンスです。そうですね、
ぜひお待ちしてます。聞いてくれてありがとうございます。つけまかつけまましないんですけどね、どうしようどうしような。じゃあ今日の宣伝タイムは終わりましたので、発動タイム。萌え台詞どうしよう。間に合った。あ、ありがとうにゃー。ちょっともう発動、最後の発動なんですけど、萌え台詞何がいいですか。萌え台詞なぁ、思い浮かばないやん。こういう時とかが少女漫画とか読んでたらなんかすぐ出てくるんですかね。メッサーラ、あ、うん、好きです。あのメッサーさんのガンプラもまだ、そうなんですよ、最近制作がねあんまできてないので続きやりたいですね。おやめいいですね。そう、今日はちょっとリハ終わりでまだお風呂入れてないからちょっとシットニャン。お肉、あ、じゃあ分けますね、あれとあれ、お疲れ様的な。じゃあまずでしょ、よし。あ、何の日もありがとうございます。アメブロさん見てくれてありがとうにゃん、嬉しいです、嬉しい。あ、それもいいですね。あ、どうしよう、あ、もう一回いっぱい言えばいいか、よし、行きまーす。よくにゃーん、ビーム、わーからの21時からの歌唱力ナンバー決定戦の放送見てくれないと逮捕しちゃうぞ。わーからのなんだっけ、あ、からの今日もお疲れ様のよしよし頑張ったね。これも萌えゼルフです、一応。からのあなたのこと水筒よ、イントネーション合ってました、水筒よ、お疲れ様です、水筒、水筒よって水筒みたい。水筒よ、え、水筒よって確かに博多弁ですよね、え、確かに。はい、あとそうだ、今日ね放送ドリームクルーさんの放送もさせていただいたので、ぜひ6月も皆さん聞いてね、お願いします。2150人の方もありがとうございました。明日は S 公演です。18時半開演ですかね、ですね、多分。ぜひ配信もご覧ください、頑張ります。歌唱力ナンバー決定戦も見てね、この後21時から放送です。皆さんありがとうにゃん、ありがとうございました。シャチホコ、ちょっと早いけどおやすみよ、こにゃん、夢でも会えますように。ぜひ放送見てね、ありがとうございます。ハートドキドキ、見るのドキドキ。ありがとうにゃん。